はチャックバスです。本日紹介するのは、セントラルパークをシティバイクという、レンタル自転車ですねを利用して、サイクリングをしてきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。このシティバイクという、自転車は、シティバイクプログラムといって、ポットにある自転車を利用して、1回の利用時間が30分、それ以内で、そのポットステーションを返すという、ね、感じで、利用できる自転車サービスです。利用料金は、残念ながら1日単位となってまして、1日で、30分間乗り放題っていうんですか、30分以内だったら乗り放題っていう感じで、1,550円程度となっております。まあニューヨークは車社会ですので、セントラルパークにはそのサイクリングコースみたいな感じで、まあ、自転車が走る、車が走るレーンがあるんですけども、普通の道路にはないので、まあ私はおすすめしないんですけど、街中を走るっていうのはすごい危ないですし、まあ、交通事故とかになっても結構大変ですよね。まあ、そこら辺は、人それぞれの価値観があると思いますので、まあ、一概には言いませんが、ブルックリンブリッジまで自転車で行くっていうことも聞いたことがあります。ですので、まあ、十分気をつけて利用されることをお勧めします。で、今こちらプラザホテルからですね、59丁目ですね。そちらから北へセントラルパークの、ね、側面を歩いて、メトロポリタン美術館の方面へ歩いています。そちらに、このシティバイクのポットステーションがありますので、そこに向かっていきたいと思います。ちなみにこのポットステーションはニューヨーク中のこのマンハッタン、ブルックリンに、たくさんありますので、まあ、そこら辺はね、まあ、ウェブサイトもしくは、携帯のアプリとかに、ね、入れてもらって、利用するととてもわかりやすいのでいいんじゃないかなと思います。それでは、行ってみましょう。では、ポットステーションにつきました。まず、レンタバイクを押します。で、残念ながらね、日本語の表示はないんですよね。で、クレジットカードをスワイプします。まあ、入り口が普通にあるんでね、まあ、見ればわかるかと思います。で、こちら24時間は上の方をタップしますね。まあ、こちら、人数ですね。利用する人数ですね。で、18歳以上か聞かれます。で、13ドル、07ドルですね。こちらに、保証金などが入って、だいたい1550円ぐらいですかね。1522円で当時のレートで請求されました。その後、まあ、いろいろ出るんですけども、まあ、ここら辺は、まあ、ポリシーで、出したり、同意事項ですね。ミニシタルアグリーをタップして終了となります。で、全てが終わるとですね、この32123、こういう番号があります。これを自転車の側面にある機械に番号を押すと、利用できるっていう形になります。まあ非常に簡単ですよね。本当にやってみたら本当に簡単でしたので、ぜひ利用してみてほしいと思います。それでは行きます。それでは乗っていきたいと思います。先ほどのポットステーションに自転車がなかったので、セントラルパークちょっと本当に数ブロック離れたポットステーションに行って、自転車をゲットしました。でここから、セントラルパークのサイクリングコースみたいになっているところまで、走っていきたいと思います。で途中でですね、私の声消えますけども、まあ本当に綺麗なんでね、ニューヨークの街中からセントラルパークの映像を、自転車に乗った風景で楽しんでいただけたらなと思います。
いかがだったでしょうか。今回は、シティバイクをレンタルして、セントラルパークを、走ってみるっていうことで、動画を紹介させていただきました。まあ、せっかくニューヨークに行かれる方はですね、ぜひ、まあ、時間があったらでいいので、利用してみていただいたらなと思っています。まあ、料金も、これで、1600円ぐらいですね。まあ、ニューヨークの、セントラルパークには、シティバイク以外にも、レンタル自転車サービスが、まあ、店頭で、人から、なんとか、お店営業しているお店もあるんですけども、そちらだとちょっと値段が上がりますので、まあ、安く済ませたいという方は、ぜひシティバイク利用をお勧めしたいと思います。まあ、今回ちょっと動画が長くなってしまって申し訳ないんですけども、ちょっと私としてはですね、このニューヨークの街並みがせっかく、長い時間で、ね、撮影できましたので、皆さん楽しんでいただけたらなと思って、今回ちょっと20分近く動画になってしまいましたけれども、まあ、時間がある時にニューヨークの街並み、しかも自転車から見える雰囲気を見ていただけたら楽しめるかなと思って、ちょっと動画を上げにさせていただきました。最後までね、ご視聴いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。Live it up, live it up, live it up.